ご覧いただきありがとうございます。賃貸のまさきです。本日は木津川市城山台にございます城山台戸建て B のお部屋にお邪魔しております。本日電気の回線がストップしているため一部暗いところがございますがご了承ください。マカス君のおすすめポイントも出てきますのでチェックしてください。ではですね、早速こちらのかなりねゆったりとした玄関スペースからご紹介いたします。玄関の方にはこういったかなり大きなシューズボックスがあらかじめ備え付けとなります。で、玄関入りまして左手の方にはウォシュレット付きのお手洗いがこのようにございますね。で、こちらの方がキッチンとリビングのスペースになります。キッチンの方が今ね大人気のカウンタータイプのキッチンとなっておりまして、日当たりのいいリビングもございますね。キッチンの方が、かなりゆったりとした仕様となっておりまして、3口の IH コンロがついたシステムキッチンとなります。こういった小窓もついておりますし、お魚が焼けるグリルもついております。で、なんとこちら食洗機の方もねあらかじめ備え付けとなっております。で、キッチンの後ろですね、水回りのスペースとなります。こちらマカス君のおすすめポイントの一つ目です。足をね伸ばしてご入浴いただけるゆったりとした浴槽がございます。綺麗なね水回りで毎日のお風呂がね楽しくなりそうですね。こちらが洗面スペースとなりますね。で、セキュリティ面としましてはこちらですね、モニター付きのインターホンが付いております。女性のね方でも安心してお住まいいただけますね。で、リビングの隣にはこういった洋室のスペースもございます。窓がねかなり数多くありますので、風通しもバッチリしていただけますね。またね、一軒家ということで、こういったね、専用のお庭のスペースもございます。小さいお子様がね、おられるご家族とかはね、敷地内の方でお子様をね、遊んでいただけますね。で、こちらの階段を上りまして、2階の方に上がりますね。手すりの方もバッチリついております。階段上りまして、右手の方にはこういったバルコニーがございます。で、その隣、2階の方にもね、なんとお手洗いがございます。非常にね、便利なポイントです。で、2階の方にはお部屋が3部屋ございまして、まず1つ目がこちらの洋室となっております。こちらの方にはね、今大人気のウォークインクローゼットがございます。こういった感じのね、大容量の収納スペースです。そして2部屋目がこちらですね。で、どのお部屋にいてもね窓が2面ありまして本当にね明るい室内となっております。こちらの方にはハンガーパイプが通ったクローゼット収納がございます。で、こちら最後の洋室のご紹介です。こちらの方にも先ほどと同様にクローゼット収納がございます。奥行きもね結構ございますね、はい、こちら、城山台というエリアは本当に閑静な住宅地となっております。ファミリーさんにはぜひおすすめの物件です。詳しくは賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。